ウボアオ。皆さんこんばんは。最近ジャスミンさんのことがめっちゃ気になるんだけど。確かに可愛いものな。だからちょっと被ってもらいたいものをプレゼントしちゃうわね。熊の被り物？はいどうぞ。あ、霊夢確かそれをプレゼントしても。被ってくれないのね。ヘルメット型の被り物は被ってくれないはずだぜ。霊夢、住民が被ってくれる帽子はこれだぜ。派手なアニマル三角耳帽ね。レッドしか買えないけどまあいいでしょう。かぶってもらえるとどんな感じになるのか楽しみね。おお、今日はゆうたろうチャレンジをするのか？夜にあつ森を起動するときは絶対探しちゃうわよね。今は島に物が少ない状態だから魂探しがはかどりそうだぜ。これでネタマゲットを。今回はどっちを選ぶんだ？高価そうなものを選んでみるわよ。あまり高価なものをもらった記憶がないぜ。現在付きカウンターを差し上げようと思います。こりゃまた微妙なものをいただいちゃったわね。調べた結果お値段なんと1万7千ベルだぜ。本当にそこそこお高い家具なのね。次の日。さあ猫耳っぽい帽子をプレゼントしちゃうわよ。まあこれは派手なアニマル三角耳帽じゃないですか。早速ですがちょっと試しに被らせてもらいますね。かわいすぎる。この帽子いろんな住民に被ってもらいたいよな。残念だけどあと一つしか注文してないわよ。厳選した結果リリアンさんにプレゼントすることに決定。リリアンさんの耳がどうなるのかめっちゃ気になるぜ。なるほど、完全に別の種族になっちゃったな。それで、中で耳がどうなってるのかな？住民と遊ぶのもここまで。今日のしまくりはどうするんだ？街っぽいものを作りたいからまずは道を敷いていくわね。今回も前回と同じくこちらのマイデザインをお借りするんだな。マイデザインの枠には限界があるから今回はなるべく新しいのを使わないつもりよ。今回は歩道を2列作っちゃうんだな。歩道にもいろいろ物を置きたいからね。案内所前よりもここの方が土地は広いしな。それじゃあここからはお店の敷地よ。道路と同じ前でだってことは駐車場でも作るのか？駐車場ではないけど車が自由に出入りできるようにするわね。とりあえずここまで前デザインを塗ってみたわよ。こうしてみるとあまり奥行きがなさそうだな。飾る家具は少なめになっちゃうかもね。あまりお金を使えないから必要なものは収納から用意用意。レトロな給油機を引っ張り出してくるということは、ガソリンスタンドを作るんだな。あの霊夢さん、ガソリンスタンドといえば高級車。ぜひ注文して。お断りします。リメイク代だけでお財布の中身が空っぽになりそうなのよね。あの霊夢さん、そんな美術品を衝動買いして大丈夫なんですか？最近タヌキよりも狐にお金を払う方が有意義に思えるのよね。ひどいだなも。霊夢タヌキに優しくして。というコメントもいただいてるんだよな。じゃあわかったわ。たまにはタヌキチに優しくしてあげるわよ。霊夢さん、もしかして給油機に僕の顔がついただなの？全部の家具には貼り付けないけどね。一箇所だけで十分だなも。それじゃあガソリンスタンドを作っていくわよ。給油機は何台置くんだ？あまり広くないから2台だけね。コンパクトなガソリンスタンドになりそうだな。先に言っておくけどガソリンスタンドがメインじゃないのよ。何か他の施設とくっつけるつもりなんだな。ガソリンスタンドとくっついてる施設といえばあれしかないでしょ？あれだよな、あれあれ。看板はダウンロードしてるんだけどどうやって飾ろうかな？なんか特殊な飾り方でもしようと思ってるな。せっかく作るんだから新しい方法を考えたいのよね。ガソリンスタンドの部分はこんな感じでいいかな？家具がめっちゃ少ないから簡潔にまとまったな。じゃあ次はお店の建物を作るわよ。建物のところには歩道と同じマイデザインを使うんだな。マイデザイン枠を節約したいからね。ではとりあえず横長の展示台を設置。今回のシリーズでもいっぱい出てくるかもな。でも、マイデザインを貼ったシンプルなパネルもいっぱい使うからどうなるかな。それなら、横長の展示台に頼らなくてもしまくりできちゃうかもな。建物によって変化をつけたいから横長の展示台の多用はしたくないかな。あ、もう白いの持ってないわ。そうそう、お店の看板も作らないといけないんだった。そういえば電飾スタンド看板にマイデザインを貼ったことはまだなかったな。これさえあればいろんなお店を作れちゃうからね。あ、今回作るお店は、コンビニよ。それとこのサインランプにもコンビニのマークを貼りたいんだけど、マイデザインを貼れる幅が狭いよな。さっきのロゴを貼るとどうなるのかしら？これは完全にダメだな。ロゴに変わるものを作ってみようかな。あんまりコンビニに行かないから配色がわからないんだけど、間違ってたらごめんなさい。霊夢のよりいいマイデザインを作ったよという人がいればコメントで教えてほしいぜ。さてさて今作ったマイデザインをサインランプに貼るわね。サイズに問題がなきゃいいけどな。配色はわからないけどサイズ的にはいい感じね。今リメイクした看板を並べていくわけなんだけど、先に建物を作るわね。今横長の展示台の中に僕がいたような。タヌキに優しくしてると思われるのがなんか恥ずかしいわね。
もっと優しくしてほしいだなの。看板は建物の上に置きたいから崖工事をするわね。サインランプは低いから何かの上に乗せないと見えないぞ。でも電飾看板は大丈夫よね。霊夢、電飾看板も全然大丈夫じゃないな。この家具小物じゃないから何かの上には乗せられないのよね。それじゃあ何か工夫が必要だぜ。入り口を少し改造するわね。横長の展示台を取っ払ってシンプルなパネルだけにしてみるけど、果たして看板はいい感じに見えるのかな。ここからだとめっちゃいい感じよ。問題は下からなんだよな。まあこれでよしとするわね。それでサインランプはどうするんだよ。いろんなテーブルを使って試してみるとしますか。とりあえず背の高そうなテーブルを用意。アイアンワークテーブルとシンプルなテーブル2つだけか。意外と背の高そうなテーブルってないのよね。それにテーブルの高さランキングとかも見たことないしな。誰か検証してくれないかしら。需要がなさそうだから誰も検証しないだろうな。ここから見るといい感じなんだけど。これは下に降りるまでもなくダメなやつだぜ。こんなところで諦めるわけにはいかないわよ。アイアンワークテーブルに変えたとしてもそれほど変わりなさそうだし、テーブル以外の家具を使うっていうのはどうかな。ファイルキャビネットとか物置じゃ逆に背が高すぎるのよね。縦置きカラーボックスはテーブルよりも少し背が高そうだぞ。ちょっとわかりやすいところで並べて確認よ。この高さならなんとかなりそうだぜ。さあやってみるわよ。ここから見ると若干高い気もするが、勝負は1段目から見た時よ。これならなんとか納得できるわ。あとはカラーボックスを白にリメイクした方が良さそうだぜ。それじゃあもう一度改造の兄貴のところに。あ、ミッチェル君がお悩み中。あ、霊夢君実はね、こないだくじ引きですごいものが当たっちゃったんだ。なんとジョッキーヘルメット。ジョッキーヘルメットはくじ引きで当たっても嬉しくないような。このジョッキーヘルメットと君の軽自動車を交換してくれないかな。悟空、あのミッチェル君10日交換って知ってる？と言いたいところだけど可愛さに負けた。あの、僕も可愛いよね。だから軽自動車の代わりに飾る高級車を買ってほしいだもん。タヌキチが自分のことを可愛いと思ってることにびっくりだわ。コンビニの看板をこのポスタースタンドに変えようかな。でもこのポスタースタンドは光らないんだよな。夜だとあまり見えなくなっちゃうわね。高さ的にはこっちの方がいいけど果たしてどうなることやら。こちらも忘れずにリメイクして必要な分を買い足さなきゃね。ようやくコンビニの上の部分を完成させられるわね。ポスタースタンドの高さが気になるところだぜ。下の部分までよく見えそうね。じゃあ次はカラーボックスとサインランプを設置していくわよ。カラーボックスは白い部分を正面に向けるのが良さそうだな。なのでサインランプは横から置いてくるっと回転させたわよ。置くのに手間がかかるけどな。おお、理想的な感じに近づいたわよ。あとは必要な分のサインランプを買い足さないとな。ちゃんと白を選んで注文ね。7269ベル？思ったより高いんですが。毎度ありだなも。次の日。それじゃあ届いたやつをリメイクしたから並べていくわよ。今回の島くりは結構高くつきそうだな。預金残高が大ピンチだから一発当てに行かないとね。私も後ろ株を買いすぎてお金をいっぱい使ったから、霊夢にあげられるほどの余裕はないからな。小物ならいっぱいあるから展示台の中にいろいろ飾っちゃおっと。コンビニの商品というよりもスーパーの商品っぽいな。お弁当とかの方が良かったかな。私はコンビニラーメンが好きかな。レンジで温めるだけで食べられるラーメンが結構豊富だものね。便利な距離にコンビニがないのが痛すぎるぜ。あの、コンビニに行くくらいの外出は定期的にしましょうね。あ、それもそうだな。全く感情がこもってない。それはそうとこういうコメントをいただいたんだけど。マリサのせいで信号機の正面のリメイクが見えないんだが。邪魔をして申し訳ないぜ。これが普通の人型。これは上のランプが手の形になってるな。これは丸型ね。自転車のやつはオシャレだな。歩行者用の矢印信号は見たことないわね。あとはハートと、葉っぱね。というわけで今回はハートマークにリメイクしてみたわ。いつの間にか横断歩道ができてる。横断歩道のマイデザインもこちらの方のお借りしてるわよ。ミッチェル君にあげちゃったけど軽自動車がまだ収納にあったわ。道路を作ると軽自動車とかスクーターを置きたくなるよな。あ、左側通行にしておかないと。そういうところもリアルに再現するんだな。いろいろ突っ込まれそうだからね。横断歩道にベビーカーを置いちゃうのか？ベビーカーを置くと通行してますって感じになるかなと思ってね。どう？こんな感じでいいかしら？せっかくサインランプをいっぱい置いたんだから夜の姿もご覧いただいた方が良さそうだな。やっぱりお店のロゴが真っ暗ね。いい方法があるよという人はコメントで教えてほしいぜ。それじゃあまたね。もももー。